なんか僕楽器店員さんではないんですけど、はい、それでもギターを結構弾いてる方だと思うんですよ。いや多分下手したら楽器屋店員より弾いてると思います。弾いてますかね、見てたら本数もこう皆様のおかげで弾かさせていただいて、はい、買わない割には謎になんかこう感触だけは覚えてるっていう自負はありましてですね、はいはいはい。でまあこんなギターいっぱいあるわけじゃないですか。見ずにざっくりした金額を当てることをできるのかっていう企画をやると思うんですけど、見ずにざっくりした金額、そうだから例えば何十何万何千枚当てれたらもうやらせじゃないですか。それやってもいいんですけど俺すごいやろみたいな。で5万円以内ぐらいを当てれるんじゃないのかなって思いながら、はい、この動画でも全部外して、もう俺がまあ雑魚ギタリストっていうことをね、証明してもいいですし、逆にこんなヘラヘラしてますけどこいつ当てれんねやみたいな、うん、一番良くないのはもうなんか微妙な結果が一番良くないですね。やってみますか。やってみましょう。じゃあ今回シェイプとしてはストラットタイプ、そうそうですね、ストラット系でいっちゃいましょう。だからディンキーも込みでいっちゃっても大丈夫なんで、じゃあいわゆるヴィンテージタイプ、はい、あのディンキータイプ、まあ、あとハイエンドタイプ、はい、いろいろあると思いますけど、はい、ざっくりストラット系で全然いけると思います。から承知いたしました。いきますか。はい、どうぞ。まず高そうですか安そうですか。あ、これ高いと思います。高いと思います。高いと、俺は高いと思う。ちなみにその理由というのは、もう持った感じの仕上がりですね。仕上がり、はい、絶対安くない。これはもう行っちゃっていいですか。はい、ね、俺ね、これはね40から45の間だと思いますね。40から45の間、はい、本当に大丈夫ですか。大丈夫です。74万2000円。マジこれ。RS ギターワークスのカンターホワイトガード。これ結構きつい外し方しましたね。いや絶対安くないと思って。海外ギターですか。あ、そうですね、アメリカのブランドですね。なんあのね、俺でもね、もう外したから何もやらないですけど、はい、いや、めっちゃいいギターだと思ったんですよ。で、最初言ったじゃないですか、絶対安くないですって。でもね、ちょっとね、もう勝手に俺が持った瞬間、物が良すぎて、日本のギターって結構しっかり作ってるじゃないですか、はい、で日本だって振り分けたんですよ、はい、でも海外って思ったら、俺多分もうちょっと60ぐらいを言ってる可能性があって、うんうんうん、まあ言い訳ですね。俺の見方がダメだったっていうだけであって、めちゃくちゃいいギターなんで、まあもし疑われたら店頭で弾いてください。国産と海外を見分けるのが大事になってきます ね、 そうっすね、はい、2本目です。あ、でもね、はい、あ、ちょっと待って、あ、なんかね、俺ね、いっちゃっていいですか。はい、どうぞ。ね、25万円ぐらいだと思いますね。本当に大丈夫ですか。大丈夫です。24万6000円。すごいですね、これもうほぼドンピシャですね。うわ、いやすごっ。これはメインの STC ですね。ね、ジャッジ基準は、はい、もの良かったんですよ、はい、もの良かったんですけど、なんか俺の経験的に、はい、この感じ20万円もしくは30万とか、はい、なんか一番こう扱いやすい、はい、みんなが手に取りやすい、なんかこう馴染みがある感じがして、物がいいっていうのも考慮しながら当てました。いやもうドンピシャです。すごいですね、さっきの一発目のあの大外しからこの快進撃。丁寧ですやっぱね、ムーンとかね。そうですね、もう本当にしっかり作られてますよね、うん。じゃあ3本目いきます。お願いします。はい、はい、3本目です。3本目、おーし、きた。これむずいな。20万円台でも俺はないような気はするんですよ、この感じって。いや、でもなんかここで25万円をもう一回放り込むっていう心理戦なのか。あ、言いますわ。はい。ああ、
35前後。いや悔しいですね。33万円。おお。おすごないですか。そうです。まさか当ててくるとは。おお。あこいつやったんか。こいつです。ただ面白いのが前の動画でスクバイヤーとか改造してますよって言ったじゃないですか。ただあの後マートパンに連絡して、あのこの個体に関してはどこの使ったのって言ったら、アメリカのそのなんていうかね、木工してるところから買ったものなんだよって言ったんで。ちょっとレベルアップしてる。レベルアップ、普通にレベル高いです。じゃあ次です。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。ああ。いや、これもちょいむずいな。いや、いやー、どうやろう。いやー、どっちやろこれ。いやー、どうやろこれ。ちょっと待ってくださいよ。いやー、なんかね、もしかしたら、いや、40前後。本当に大丈夫ですか？大丈夫です。32,868円。スクワイヤーのアフィニティストラもう今までで俺の正解台無しですよね。マジ。はい。そのうわーうわーあーいや、西田さん気持ちいいっす。切った感じでしょ。ズバーみたいな。さっきまで言いたいこと言いよってマジか。もう絶対俺の動画信用したらダメですよね。見て引いたら、はい、40じゃないっていうのは分かるんですけど、はい、黙って引いてるじゃないですか。あれコードなるぞみたいなってことは、いや、それ目をつぶって引けば40万の感覚を味わえるっていうことですよね。もう俺に感じよ。あと1個、はい、俺がもしここ触ってたら、あそう、あのね、ここ触るの俺やめますわ。あの分かっちゃいますもんね。そう、パーツで当ててしまうから。ここ結構高いやつって、はい、いいの使ってるんですよね。最後の5問目、どこに近いやろな、俺がカッコ引いたので。なんかそこと照らし合わせて最後なんで、ヒント いきます。ああ、1個1個いいっすか。昔引いたことあります。え、俺っすか。はい。ええええ35。ちょっと待ってくださいよ。めっちゃ当てたいですけど、あ、40にしますわ。40でいきます。本当に大丈夫ですか。40でお願いします。165。どれですか。いい問題出しますね。いい問題。もう4万から165万ですからね。後半の2回俺も多分ボコボコに切られましたね。フルボッコもフルボッコじゃないですか。うわー、あんだけ俺感覚いいって言ってたのに、はい、この大外し最後の2回。うわー、最後ここで俺が例えば100万とか言ってたら、はい、やりよるなってやってたのに。そうですね、これ40。しかも35、40ですからね。いや、もうどっちも全然やで、お前みたいな。でも、はい、彫刻入ってるじゃないですか、はい、とかそういう細かいところも、ね、細かいところ全部抜いたら40万ぐらいじゃないですか。それはないと思います。という結果でございます。勉強しますわ、俺。どういうとこ勉強したらこの問題に答えれるのか分からないですけど。160か。